皆さんこんにちは。今日は廊下にある収納をご紹介いたします。はい、これがその収納で天井まで続いています。扉を開けるとこんな感じです。前の家の廊下収納と比べると奥行きは狭まっているんですけど、横幅は少し広くなりました。でここにはニトリのケースを並べて生活雑貨のストックを収納しています。前の家と変わった点はこのケースを横向きにしたのと、こちらの蓋を外しました。以前は扉を開けてもすっきり見える収納にこだわっていたので蓋をしていたんですけど、それだと扉を開けて蓋を外してと2アクションになるので、見た目よりは使い勝手を優先することにしました。でラベルを作って一応大きくカテゴリー分けはしています。で今日は簡単にケースの中もお見せしようと思います。左上から順番にご紹介していきます。はい、このケースには裁縫道具が入っています。 IKEA のソーイングセットにこのダイソーのケースの中には糸やゴムや紐が入っています。でこれは毛玉取り機です。ケースには歯ブラシやマウスウォッシュ、歯磨き粉が入っています。続いてこちらは洗濯洗剤のコーナーです。アリエール、エマール、イロカ、アイロン用のシワ取り剤はキーピングで、ルームフレグランスです。はこちらのリセッシュをストックしているんですけど、消臭剤は気分によって変えるので、特にこれとこだわっているわけではないです。でも通常洗いの洗剤やおしゃれ着洗剤、柔軟剤はこちらを買うことが多いです。はい、続いてこちらにはシャンプー、トリートメント、ボディソープを入れています。私がいつも夫用に買ってくるのはこちらです。ルシード40歳からのシリーズ。夫の名誉のために話しておくと、全く臭いわけではないんですけど、一応対策としてこちらを使ってもらうようにしています。で私はシャンプーとかボディーソープに特にこだわりがあるわけではないんですけど、ボタニストを買ってくることが多いです。で今シャンプーを切らしているので次買ってこなきゃです。夫の洗顔は今ストックがたくさんあるんですけど、メンズビオレの泡洗顔しっとりタイプです。チューブタイプの洗顔は泡立てるのが面倒だと思うので、この泡タイプを買うようにしています。はい、続いてこちらは台所関係のストックです。まずはサランラップ。ラップは大は小を兼ねるということで、もう大きいサイズしか購入していないです。でアルミホイル、アルミホイルのこだわりは全然ないですね。どこのものでも大丈夫です。ただこちらは切りやすいということで試しに買ってみました。ジッパーバッグです。これは IKEA のもので大小入っていて、デザインもシンプルで好きなのでずっとリピートしています。しかも安い、たくさん入っています。続いてこちら、生ゴミが匂わない袋。これまだ購入したばかりで一度も使っていないんですけど、これから暖かくなってきたら生ゴミは全部これに入れようと思っています。調理の時に使う手袋です。使う分だけ今キッチンに置いて在庫をこちらで保管しています。こちらは浄水器のカートリッジです。浄水器は何を使っていますかというご質問も時々いただくんですけど、我が家はクリーン水です。で買ったんですけど、界面活性剤を使わない洗浄剤、アクアクリーン、洗浄除菌消臭が一度にできる、これ1本あればキッチンの掃除は完結します。キッチン用のアルコール除菌です。洗剤はだいたい特大サイズを買うようにしているんですけど、今はキュキュットを使っています。
でもね、これも特にこだわりがあるわけではないんですけど、大体除菌できるタイプを意識して買うようにはしています。キッチン泡ブリーチ、まな板や排水口を除菌漂白するためのものです。これ白いパッケージの松木屋のものです。でキッチンハイター、私これは布巾の漂白に使っています。続いてこのケースも台所関係のストックが入っているんですけど、まずはゴミ袋です。不燃、可燃、資源用です。はい、でこれはコストコで買ったハンドソープ、液体タイプです。あ、重い大きくて重いので詰め替えの時は少し不便なんですけど、ハンドソープとか食器用洗剤はすぐになくなるので、やっぱり大容量の方がいいのかなと思っています。はい、続いてこちらのケースにはお風呂とトイレ関係のストックです。トイレにも結構収納はあるんですけど、在庫の数を把握するために使いかけの洗剤以外は全てこちらで保管するようにしています。セルトイレブラシはこのシトラスの香りが気に入って、最近ずっとこちらをリピートしています。これね、お掃除がすごく楽しくなりますよ。トイレの消臭剤です。消臭源のパルファムブラン、これデザインも香りもすごく好きで、これもねずっとリピートしている商品です。あとトイレ関係だとこちらかな、この前動画でご紹介したパプルーン、トイレが泡々になるタイプの洗剤です。パイプアワーパワー、髪の毛を溶かすタイプの洗剤です。まあ、これも時々使っています。で浴室用のカビハイター、今使っているものがこちらです。必要な時だけこのケースから取り出して使うっていう感じです。こちらは年末のお掃除動画でもご紹介したカビハイター排水口スッキリ、案件のお仕事をいただいて知った商品なんですけど、気に入って自分でも購入してきました。イソジンの薬用泡ハンドウォッシュ、これも案件の仕事をいただいた時に知った商品なんですけど、インフルエンザや風邪が流行った時期はこちらを使うようにしています。と消毒が一度にできる心強いハンドウォッシュです。浴室の鏡の曇り止めは今2種類使い分けています。でもどちらもやっぱり1週間から10日くらいで効果はなくなってきちゃうかなという感じはします。で今浴室用の洗剤はこちらを使っています。バスマジックリンのデオクリア、これ確か年末に発売された商品じゃないかなと思うんですけど、違うかな。これも結構お気に入りです。そして風呂釜洗いのジャバ、これ月1なんですね。そろそろやらなきゃいけないです。そしてゴムパッキン用のカビキラー、ゴムパッキンにカビが生えてどうしても取れないという時はこちらがおすすめです。でもこれも時間が経ちすぎてしまったカビには効果が薄いので、やっぱりカビを見つけた時にはすぐに対策を取った方がいいと思います。でお風呂の防カビ剤、これもまたお掃除した時にやろうと思います。洗濯槽の洗剤には今こちらを買ってみました。カビッシュトレール、これエアコンの掃除をした時に使った洗剤と同じシリーズなんですけど、ちょっと気になったので試してみようと思っています。はい、続いてこちらのケースには掃除で使う洗剤が入っています。まずはオキシクリーンホワイトリバイブ、白いものをさらに白くしたいという時はこちらがおすすめです。こちらもオキシクリーンです。クリーンのスプレータイプ、やっぱスプレータイプは1本あるとすごく便利ですね。上履きなんかもこれで洗っています。豚まろスプレー、豚まろスプレーの詰め替え、そしてアビリティクリーン、これ汚れに困ったらと書かれているんですけど、もうこれ1本あれば家中の掃除どこでも大丈夫です。
ちらもマルチ洗剤ではあるんですけど、汚れが強いなと思うときは私はこちらを使用するようにしています。で、そのアビリティクリーンの詰め替えも買っています。これは虫除けスプレーですね。網戸や窓ガラスにスプレーするタイプのものなんですけど、引っ越ししてそんなに虫が気にならなくなったので、この家では頻繁には使っていないです。でも1階に住んでいる時はとにかく虫が多かったのでよく使っていたんですけど、やっぱりね、効果あったように思います。続いてこちらも掃除関係のストックです。これは掃除機のマキタのフィルターです。トイレマジックリンとガラスマジックリン、これもね、案件でいただいた商品なんですけど、もうほとんど使っちゃって残り少ないです。で、精製水と無水エタノール、この2本は自分で好きな香りのアロマスプレーを作るときに使います。で、今床用のウェットシートはこちらです。激落ちくんシリーズですね。これもね、コストコで買ったのでたくさんあります、ね、これをね、ケースに詰め替えるってことももうしていないです。掃除のたびにね、ここから1枚出して使っています。で、このケースの中には車関連のものが入っているんですけど、私は普段からノータッチで何が入っているのか詳しくないので、ここの説明は省かせていただきます。ケースには工具箱と自転車掃除機の充電器が入っています。そして最後のケースです。こちらも工具類なんですけど、 IKEA の電動ドライバー、金槌、釘なんかが入っています。 IKEA で家具を買う方は絶対これあった方が便利です。内側の柱に付箋を貼っているんですけど、月ドラッグストアに行った時に買い忘れがないように、このストックケースから使ったものや在庫が少ないものは全てここに記入するようにしています。シャンプー L、 整髪料 M と書かれているアルファベットはレディースとメンズという意味です。だからこれだったらレディース用のシャンプーがもうないよという意味です。で、ボールペンとハサミはここに吊るしています。ここにあるハサミはシャンプーや洗剤の封が開かなかった時に使うためのものです。使う頻度の多いものから私の目線の高さに合わせてこの辺に収納しています。でも毎日毎日使うお掃除関係はここです。この蓋を外したことによって背の高いサランラップなんかも立てて収納することができるようになったので、やっぱりね、蓋を外してよかったなと思っています。はい、以上が生活雑貨のストック方法でした。はい、ということで、あまり大きな変化はなかったんですけど、今日は廊下収納をご紹介しました。ストックに関しては一つなくなったら一つ買うというよりは、最近は頻繁にドラッグストアには行かないので、もう行った時にボンボンと多めに買うようにしています。でもこのケースの中に入るだけと決めているので、ここから溢れることはないです。それを意識してスッキリした収納を目指しています。それでは本日もご視聴ありがとうございました。